あら、うまそうじゃないですか、これ。どうでしょうか。今回ですね、サムネを見た方は分かると思うんですけど、今流行りのね、料理系 YouTuber はみんなここを通ると思います。麻薬卵ですね。韓国で今すごい流行ってる漬け卵なんですけども、要はネギ醤油ダレに漬けた卵なんですね。これをリュウジ流にやってみるとどんぐらい美味しいのかなっていう風な思いましたので、これねやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、材料紹介いってみたいと思います。まずですね、卵1パック使っちゃう。これなんで1パック使っちゃうかって言ったら、もうね10個つけても一瞬でなくなるからです、うますぎて。そして長ネギが太い長ネギだったんで2分の1本で、いいんですけども、だいたいね 80g から 100g ぐらいのネギを使ってください。細いやつだったら1本とかで大丈夫です。であとはニンニクが1かけ、あとは調味料は概要欄に書いてありますんで、そちら見てください。今回はですね、リュウジ流の麻薬卵、結構言われるんですけど、麻薬ぐらい中毒性があるっていう、まあ比喩表現ですからこれね。本当に麻薬的なものは何かっていうのを皆さんにご説明したいと思います。ということで乾杯。これは麻薬的だ。ということでやっていきたいと思います。まずね、材料も切るんですけども、まず卵をね茹でたい。で、卵の茹で方なんですけども、卵は冷蔵庫から出したての卵でいいです。冷たい卵でいいです。常温の卵だったら茹で時間ちょっと調整してください。今回は7分から7分半ぐらいの、ちょっと黄身がね固まってた方がいい方は7分半ぐらいやった方がいいと思いますけども、ちょっと今回トロッとさせたいんで7分ぐらいで揚げたいと思います。で、まずこの卵なんですけども、一回ね、これ濡らす。これ濡らすと何があんのってみんな言われるんですけども、表面を濡らすことによってね、冷たい卵なんで温度差が平たくなって、割れにくくなります。で、今沸騰してるお湯ありますね、ここにね。で、ここに静かにね、沸騰したお湯だったら弱中火ぐらいにしてください。こうやって静かに沈めていくと割れにくい。はい。で、お湯は必ず沸騰したものにしてください。外は固まって中はトロトロっていう卵が作りやすくなります。感じでね、沈めていきますよ、ね、優しく、ね、もう赤ちゃん、もう赤ちゃんです。この卵は赤ちゃんなの。でも沈めたじゃないですか。沈めたら火はまあ中火ぐらい。じゃあ次の工程いくわよ。まず長ネギです。長ネギはね、みじん切りしちゃう。こんな感じで、最近はねもうこうやって蛇腹に切っちゃうんですよ、僕ね。表面と裏面をこうやって斜めに切り込みを入れてから、はい、じゃあこれね、切り込みを入れたらここで、輪切りにしていくと、ほらこんな感じでみじん切りになるでしょ。これこんな感じで切ってください。まあ、ニンニクね、ニンニクはもう皮むいて後ですりおろすだけなんで。じゃああとは、卵が煮えるのをちょっと待っていきます。だいたいね40秒ぐらいで、なるんですけども、今回は結構トロッとさせ、ようかなと思ってるんで、7分ね、ちょっと硬いのが好きな方は7分半ぐらいやって、ください。そしてまずねお湯捨てます。はい、今ね結構冬場で冷たい水が冷たいんでこれやってますけど、夏場とかに作る場合は氷水の方がいいです。まず、この卵を冷やします。この卵をね冷やすことによって中がねこう縮まるんですよ、卵が。だから皮が剥きやすくなるんです。この場合だと最近はねこうやってねガランガランやっちゃう。ガランガランやると首が入って、そこから水が入ってね剥きやすくなるんです。で、剥く時なんですけど、僕の場合ですよ、ちょろっとね水ね出しながら剥いていくと、この剥いたところから水分が入ってきて剥きやすくなる、なります。僕の場合ですよ。これほら赤ちゃんみたいでちゅね。素晴らしい、玉のような赤ちゃんで、こういうボールかなんかに入れていく。はい、今回はねこの袋でね漬けていくんでね、袋に入れた方がタレが少なくて済むんですよね。じゃあこれ全部剥いていきます。もうね皮剥くの疲れた。卵の皮を剥くのが世界一嫌いな料理研究家なんで、まあここからねちょっと漬けに行きたいと思います。こういう袋に入ってます。で、ここにおネギをね入れていきます。最初にネギちゃんです。ネギをね入れるとね、やっぱねこのネギの爽やかなこのスパイス的なね香りがつくんですよね。トントンと、はい、このタレを作っていきます。この辺も入れます。もう辛いの好きな方はねこれぐらい入れちゃっていいです。はい、辛いの苦手な方は半量ぐらいでもいいかなっていうふうに思います。はい、まずお醤油がね 60cc、 はい、
醤油が 60cc、 これが味の要になります。で、お水が50。お醤油だけだとね、結構味がつきすぎちゃうんで、お水入れます。そしてお砂糖小さじ4杯、だから大さじ1と3分の1ですね。まず大さじ1杯、ね、お砂糖の甘みがつくのがね、結構ポイントです。これ、はい、オイスターソース大さじ1杯、はい、これでね、旨味と香りつけます。これ、これで、で、味の素です。8振り、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、もうね、日本人はね、旨味を尊ぶ種族なので、卵と味の素すごく相性がいいから、味の素絶対入れた方がいい。はい、そしてごま油ね、これでね、ちょっと香りをつけていく、ちょっとオリエンタルの香り、大さじ半分で、ちょっとだけお酢入れるとうまいんですよ。小さじ2杯ぐらい、ちょっとね、酸味が加わると非常にね、味が締まって美味しいんですよ。で、こいつ混ぜ込んでいく。あんまり乱暴にやっちゃうと卵が崩れちゃうんで、ちょっとこう全体的に揉み込む感じですね。はい、大体ね、ネギをね、こう下にして全体がね、混ざり合ったら、そしてこうなったら、さっきのお鍋とかでいいんで、ここに水張ってください。で、これをちょっと沈めるんですよ。そうすると水圧の関係で、中のね、空気がどん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 抜けていくんですね。で、この空気が抜けるとどういうことになるかっていうと、しっかりこの漬けだれが卵にね、密着して味がよく染みるようになるんですよ。で、こうやって巾着みたいに絞っていく。で、まあ、どんぐらい漬ければいいかっていうと、割とね、これってタレと一緒に食べる料理なんで、3時間ぐらいでも結構美味しいんですね。じゃあ皆さん、3時間これ冷蔵庫で寝かしますので、3時間後にまた会おう。はい、そういうことですね。3時間漬け込んだ結果がこちらの、もう可愛いベイビーですね。ちょきっと切って、ここからもうバラバラっと、もう流しちゃえばいいんで、はい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 、生まれました、ね、これはピッコロの卵。あら、うまそうじゃないですか、これ。どうでしょうか。ということで、違法卵完成です。麻薬卵が出来上がりました。そして僕も使っております。今回は米とビール、この最強の組み合わせで使っていきたいと思います。1個作ってください。ここに乗っける、このタレ、このタレ最強にうまいんで、皆さんこれね、ご飯にこのままかけてください、ね、これね、割ってほらどうです、見てほら、たまりませんね、これ。いただきたいと思います。いただきます。うますぎる、たまらん。ネギタレがやばいね。タレだけでもね、相当ご飯進みますよ。ネギの香りと、あとおろしにんにくの香り、ちょっとお酢のたっぷり感もある。このタレがやばい。味もね、本当に数時間しかつけてないんですけど、美味しくなってます。いやいやいや、これ世界で一番米に合う料理かもしれない。うますぎる。つまみにもなりますね、これね。ご飯もいいけど、はい、ということで、ご飯大好き人間、乾杯。あ、乾杯。はい、乾杯です。これやばいね。いただきます。はい、これはやばいね。うますぎる。うますぎるよね。これはハマるわ。タレやばくない。このタレ何つけてもうまいから、その辺の雑草でもうまいよ。いや、それはちょっと信用しない。いや、本当に本当にその辺の雑草もうまくない。これ違法でしょ、これは。これは悪いことしてるわ、俺。最高にうまい。これ絶対作った方がいいね。絶対作った方がいい。絶対作る。マジでうまい、これは。ということでね、あまりにも米食える、止まらなくなる、白米独占法違反です。ということで、今後ともよろしく、よろしくお願いします。賞味期限は2、3日、もうちょい。まあ、卵だから、2、3日じゃない。まあ、半熟だから、半熟だから、まあね、ただね、賞味期限って、もうね、その家で判断するしかない。まあまあ、そうだね。なぜかっていうと、冷蔵庫の温度とか、その外気の気温とか、そもそも卵が新鮮だったかも、いろんなものが含まれるから、だから、もうね、一番いい方法を教えたりとか、臭かったら食べない。マジで、だから変な匂いしたら食べない、ね、カビ入ったら食べない、ね、色が悪くなりすぎてたら食べない、
それは基本なのね。なんで、もうそれはね、もう自分で判断して、賞味期限が、僕がじゃあ1週間は OK ですって言っても、5日で腐らす家もあるから、これ。ね。そういうこと。だから、あとは、口つけたスプーンをここに入れないとか、もう入れた瞬間にもうすぐ菌が繁殖するからね。そういうのも、ちょっと自己判断で。自己判断やつはね。リスクを食らえっていう話ですよ、皆さん。この話になったらもう1時間ぐらいトークしちゃうから、もうこれはもうこっからもうツイッタースペースだよ。本当に。まあそれはちょっと炎上スペース。俺はもうなんか壊したくないから、まあ10個作ったら2日くらいで全然食べれるから。でもネギ生だし、ニンニク生だし、そもそもタレ自体に火入れてないから、まあ3日、4日、もう4日切り。それで食べてください。あ、でもまあもう俺は1日で5個ぐらい食っちゃうよね。ピッコロさんだから。